はい、こんにちは。今香川県高松市の安治町に来ています。ここはですね、安治石の産地として知られているんです。日本の三大石材産地は茨城県の真壁町、愛知県の岡崎市、そしてここ香川県の安治町になります。安治石はですね、最高級石材として知られているんです。で、僕は数年前からこの安治石をテーマに撮影活動を行っています。はい、今島本石材工業さんに来ています。早速中に入ってみます。こういう模様が入っているのか、これって感じはないんで、クラフトはもう一度きりっていうのはすごく感じますね。あの模様も同じものがないですし、失敗すると直せないんですよ。だからその常に緊張感を持って作らないといけないっていうのはありますね。基本的には伝統的な技術を駆使した、例えば、このレンゲもそうなんですけど、のみ切りって言って全部手でコチコチ叩いて仕上げる仕事で、こういう昔ながらの仕上げってなかなか今ってやっぱり作る人が少ないんで、例えば小さいこういう壺庭だったりとか、新しい提案の仕方っていうのをできたらなと。